はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。 LGBT 法案、当事者から異論続出、非常に迷惑と、記事の要約なんですけれども、体が男性のトランスによる女性専用施設への立ち入りが正当化され、女性の持つ権利が損なわれ、性犯罪の増加につながると懸念が高まっている、当事者の意見、こんな法律なくても特段不都合が生じていない、欧米に合わせた基準で大騒ぎし、それをわざわざ法制化し、しかも G7 に合わせるためという理由で議論もろくにしないまま、理念法だからととりあえず制定してしまおうという政治家の動きは非常に危うい。トランス問題についてだけ大騒ぎされている。まあレズ、ゲイ、LGBT、バイ、トランスですか？だと思ったな。法律がなくても平穏に暮らしている、つつましやかに静かに生活していた人たちが白い目で見られたり一緒にされたりって非常に迷惑。誰も取りこぼさないとか言ってるけど、女性たちの権利はどうなんの？これ言ってましたね。そんな体が男、いくら中身が女性だからっつったって、体が男の人が女子トイレに入ってきたら怖いわよって普通の女性が、議員さんだっけな、どっけのな、差別が定義されていないし、性別の定義がされていない、もうグダグダですね。その時の風潮によって基準があちこち揺れる可能性がある。これ差別の基準、その時の風潮で、差別だって言われたり差別じゃないって言われたり揺れる。レズビアンの集まりをしようとしてトランス女性がそこに参加したいと希望があった時、それをお断りすると差別と批判する。これ体男なんだけど中身女性だからレズビアンの集まりに参加させろっていう申し出あったんでしょうか、過去に。権利と権利の対立があると、レズビアンで体女性だけで、集まりたいっていうのに権利とですね、そのトランス女性、体男だけどっていう人が参加したいっていう権利が対立する。聞いたか、当事者はこもってっと、A かっこ C の稲田とモナオね。特殊野党の連中が推進したいのは日本を混乱させたい、弱体化したいっていうのが目的なんで、まあこっちはいいんですけど、稲田とモナオは A かっこしたいっていう欲求がすごいんだろうな、それで推進してんだろうな。一般判断です。マスコミの偏向報道も本当にひどい。政治家もポーズだけだし、なんか A かっこ C が見え見え。確かに以前より嫌悪感が強くなった。少数派に合わせて社会構造を構築しちゃったらダメじゃん。きちんと手術した人に不公平である。きちんと手術して、取っちゃったりね。そういう人は、女子風呂入ってもいいのかな。戸籍上も変えることできますよね、そういう人はね。そういう人と同じ権利を要求したら不公平じゃんかという意見。テレビと新聞と特殊野党が推進してる時点で即ね、これダメなやつって分かりますよね。そうです、ダメなやつなんですけど、 LGBT やおかまさんに偏見や差別なんかない。本当に本当に差別があったら被差別者の松子や三つやピーコさんはテレビ出れてないですね。そもそもあらゆる差別が憲法14条で禁止されてるのに、この上ね LGBT 差別は許されないって必要ないですよね。少数派者に配慮するのはいいが、そこに合わせて全体が関わる法律変えちゃダメだろうと思うんですけどね。自称女のおっさんの、女子トイレ使いたい欲求はですね、うるせえってね、手術してからこ、差を取ってからに聞こえて蹂躙すべきなんですよ。例えば頭のおかしいやつがいて犬とか猫とか殺したいとか人肉食べたいって言った時にそうさせるかって話。そんなね誰の意見もそうかそうかって聞いてらんねえって話ですね。たまには蹂躙すべき意見もあんですよ。誰も取り残さないっつってクラスでね一番勉強できないやつに合わせて授業やったら
クラス崩壊するんだろう、こういう場合はですね、学力別クラス分けすべきって思うんですけど、それやっとね、差別って騒ぐ、差別と区別の違いがわからないバカが生えてくるしね。泉健太立憲代表、 LGBT 法がサミットに間に合わなくなり世界からより遅れてしまうと自民党を批判。まあいつも批判してんですけどね。一般反応です。バーガ、アホじゃねえの、サミットなんも関係ねえじゃねえ、何でも自民に反対する立憲がなぜこれだけ推進。小西文書とかうな丼で時間潰したのお前だぞ、経済や国防を一切無視して LGBT に邁進。そんなことより経済対策、少子化対策について議論してよ。選挙の時以外は暇そうでいいなこいつら、自民党に何でも反対なのになぜ、現在の法案に自民党では反対14賛成4委員会でね、こういう結果で反対が多いようですよ。立憲の狙いはですね、混乱と日本の弱体化、こいつらが急がなければっていう時は反対すべき。決して自分の非を認めない模範的なですね、立憲の人材石垣のり子、人民流行らせたいですと開き直ってました。人民ってツイートしたのが炎上したんですけど、開き直ってました。一般反応です。気味悪いこの人中身出しすぎ。中国かよ、今時受けない。立憲人民党は草、こうやって票が減ってくんだよこんなんだから当選できないのでは、好きなだけ吠えるがいいと、国家って国民って呼ぶのはですね、国家意識が高まってしまうんでパヨは使いたくないらしいんですよ。アホくせって思うんですけど、新民なんていうのもパヨにとってはもってのほかなんでしょうね。皇室否定してますから。別にね、自民自民言ってでもいいよね。立憲の支持率下がるだけだからね。共同通信の記事タイトルがなんだそれっていう代物でした。日米を3割超が SNS 懸念、民主主義に悪影響。記事見ると日米欧で民主主義にとって SNS の影響とは、調査結果。日本、好影響 41%、悪影響 30%。アメリカ、好影響、悪影響ともに 43%、ヨーロッパ、好影響 46%、悪影響 35%、これね、日米欧3割超が SNS 敬遠っていうですね、タイトルつけられる結果ではないですね。好影響の方がどこでも多いんだから、アメリカは同率でしたけどね。一般判断です。この記者算数できないのか。嘘を嘘と見抜く能力がない人には悪影響だろうな。嘘つき共同よりよほどマシ。共同通信にとっては脅威だから。悪影響と答えた人は SNS やってない人だろう。即座に嘘がバレてしまって嫌なんだろう。共同通信は民主主義に有害。民主主義に悪影響なのは SNS じゃなくてお前ら。共同の嘘情報よりマシと、なんとかしてですね、ネットの情報を落としめたいっていう記者の憎悪が伝わってきますね。これタイトルしか見ねえ、バカな人だったら、まあ騙されますよ。記事ちゃんと読んでね。まあ読んでもわかんない人もいるかもしれないですけど、今は嘘記事書くと瞬時に指摘されちゃうからやりにくいと。共同はですね、昔は良かった。嘘つき放題でって投げてればいいですよね。悪影響って答えた 30% は SNS 使ってる人なの、そもそも。一体SNS ってどういうもんか分かってて答えてんのかな。国内ユーザー数1位、ツイッター4500万人、2位、インスタ3300万人、3位、フェイスブック2600万人だそうであります。これ複数アカウントっていうのあるから、実際はもっと少ないんでしょうけど、このどれもやってない人は確かに3割ぐらいいそうですよね、数からしてね。特に多くの後期高齢者さんとか、まあ例外はありますけれども、お知らせですけど、日本改革党ホームページありませんでした。作ってませんでしたけれども、靴沢ツイッタープロフィール固定ページを代用することにしました。月980円払うとですね、4000文字まで書ける、便利機能が使えるんで、こりゃいいやって思いまして、代用することにしました。ツイッターやってない人もご覧になれます。靴沢ツイッターで検索するとすぐ出てきますんで、見てねー。次も共同通信記事、富田浩二駐米大使、 NATO が日本に連絡事務所を開設する。実際に連絡事務所が開設されれば、
中ロが反発しそうだ、共同通信が悔しそうで何よりであります。ストレスで免疫落ちて風邪ひけって感じなんですけども、こんな感想いらねえから、淡々と記事だけ報道しろって感じですね。一般反応です。 NATO だけに水戸あたり納豆軍か、粘り強そうだ、何それ心強いってまあすぐね、あのおっさんらはダジャレ言いたがんの、よく思いつくやろなって、あのいつも感心しておりますけれども、竹島に基地作っていいぞ、ロシアを東西から挟み撃ちできるな、ええやん、北海道に来てや、本当に有事が近いんだな。軍が駐屯すると勘違いしている人多かったんですけど、できんのはあの連絡事務所とっかかりのようなもんでしょうか、そこを拠点として情報を探るんでしょうかね。日本国内の情報を集めるの、公安調査と連携してスパイどもをどうにかしていいですよ。本決まりが発表されたらパヤどもさぞかし発狂するんだろうな。スパイ防止法に反対するのはスパイですからね。NATO の連絡所なんとで、焦っちゃって、スパイ捕まえんだってよって、噂こっちも流してですね、いつになるか分かんないですけど、必ずスパイ防止法は制定されます。だってねえの日本だけだもんね、そんなのありえねえべって話、その時反対する連中にですね、あんたスパイって言う練習していきましょうね。優柔不断が服着てるようなキッシーがいきなりですね、5年で防衛予算倍増とか言い出すし、なんか動きが慌ただしいんで、結構その時は近いかも。スパイ防止法が出来上がる時、議題に、上る時が近いかもしんないな。韓国の保育園が5年間で9315箇所、ほぼ1万ですね。出産数 0.52 の超少子化で、これは 2.1 ないと人口維持できないって言われてるのに 0.52 はすごいな。これまあ、2人がかりで2人とちょっと作んないと、早死にしたり、あと生殖機能がなかったり、いう人がたまにいるんで、2人がかりで 2.1 子供作んないと、人口維持できないって言われてるんですけど、 0.52 か、すごいな。1世代、約30年間で4人が1人になる計算ですか。すげえな。別に嘆いてはいませんけれども、私はネットで議論、結婚出産してる人らは勝ち組なんだから、少子化対策で育児支援するのはおかしい、独身に金配って結婚してもらう方が効果あるのではというですね、スレッドが立ちまして、一般反応です。それお前のひがみでは結婚する気がない独身もいるから、何の恋愛実績ないやつに金を渡せない、金もらったからといって結婚するとは限らない、給付する分減税がベスト、念ながら金渡してもしない、残念ながら金渡してもしないはできない、同棲だけでも生活費抑えられるし、結婚すれば控除も受けられるんだから、貧乏ほど結婚しろ、一理ある、金配るより景気回復や減税の方が効果あると思うんだよね。妊娠したらお金あげたらって意見もあったんですけど、それもやってますね。出産一時金約50万円。これは産婦人科が踏み倒されないための救済措置で、妊婦のためではないっていう罠がありますけれども、実質税負担率 47.5% の重税が少子化の一番の原因ですわね。これなんとかしないと未来が暗いな。私も昔はですね、結婚を促進すれば少子化が改善するのではなんて考えてましたけれども、最近変わりました。結婚しない、してない人に結婚しろしろっていうのは酷なんですよ。いろんな事情あって結婚してないんだよね。若者の半分しか結婚出産しないんだったら、その人らに4人産んでもらった方がいいのではって、最近は考えるようになりました。2人がかりで4人産んでもらう、半分しか結婚しないんだから、あという理屈ね。4人産んだ世帯は一生所得税免除とか家あげちゃうぐらいの思い切った策でね、フィンランドがこれに近いことを実はやってます。それでも人口減少を止めれてないけど、それと義務教育で男女学を、思うんですよね。彼女いない歴イコール年齢っていう、恋愛弱者の発生を防止するっていうコンセプトでね、男の子には
まあ、あの中学生とかには女子は買い物すげえ長いよ、でも怒っちゃダメだよとか、話はそうだね大変だねって言ってればいいよ、口出して腰折っちゃダメとか、曖昧に話すから半分も分かんないけどそれでもいいよ女の子が喋る目的は喋ることだよ、女の子にはまああの男バカだからカレーとラーメンとかハンバーグ出しとけばいいよ、仕事と運転と性行為は事実でも下手って言っちゃダメ驚くほど察しないよ、本当にびっくりするぐらい、こういう知識教えておけばですね、恋愛弱者の発生が減るんではないか、異論は認めますけど、私はですね、あの痛い目見ながら学習するより手っ取り早く習いたかったって、思ったんでこういうこと、あとはあの男児女児が知っておいた方がいい異性に関する知識をあのコメント欄で教えてください、まあ、あの思いつくままちょっとずつ書きましたけれども、他にあのもっともっといろんな違いってあるじゃないですか、あの例えば、まあ、あの書いてなかったですけど、男が分かってない女子の生態として、まああの2人集まったらグループで、それが3人の場合もあっけど、4人グループになると2人ずつに分裂して、8人になると4人ずつ分裂してみたいなあの傾向があるとかで、なんでトイレに一緒に行くんだわかんないですよねとか、そういうのを教えてた方がいいのかななんて、思っております。というわけで、ご視聴ありがとうございました。なんだっけな、6月にですね、来月 NHK 受信料ネット徴収反対デモ行いますんで、日曜日に、よろしくご参加お願いいたします。デトックスジャパン。